はい、皆さん、こんにちは。今回もデスストランディング。はい、引き続き頑張っていきたいと思います。今回はね、確か、焼却場に着いたっていうところから再開のはずなんですよね。焼却場に着いてやめたから、ちゃんとそこでセーブされてるかどうかも気になる。そしてこのデスストランディングは最初のロードが結構長いんだよな。やばい。もう今夜中の1時だからもうちょっと眠たくなってきた。でもまあ、デスストランディング久しぶりだしちょっと頑張っていこう。このゲームネットでは結構賛否両論あるっぽいけど、でもファミ通の評価10点、オール10点だったしな。まあ、ファミ通の評価を鵜呑みにしていいものかどうかはまあ別としても、やっぱ小島秀夫監督が作ってるっていうだけでもやっぱ楽しみだよな。さあ、どこからスタートだ。ちゃんと、お、セーブポイントからちゃんとロードできた。おっと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 。ついた。ちゃんとセーブしたところかな。なんだ。焼却。なかなかしびれるような義理のお母さんだもんな。俺の大好きな「ウォーキングデッド」でも有名なノーマン・リーダス。ウォーキングデッド見るためにフル入ったぐらいだな。レンタルじゃ追いつかなくなった。なんでピカピカ光ってるんだ。なんなんこの逆の虹。そこ一帯のカイラル物質の濃度が急激に上がっている。時雨が降りそうだ。急いで戻ってこい。降ってんじゃん。サム、もう一つの荷物も焼却してくれ。なんだそれ。まさか。これは BB28、 やっぱり死体処理班のイゴールが使っていた BB だ。あんたが帰還した時クレーターで見つけた。なぜここに。廃棄が決まったんだ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。回復の可能性はない。ポットから取り出しても生き延びることはない。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。長官も承認したよ。停電、焼却できなくなりました。びっくりした。足跡なのか、手の跡なのか。
更新が切れていた。サム大丈夫か？カイラル濃度が上がってるぞ。信じられない、すごい数だ。ネクローシス限界時間までに消極できなかった BT たちだろう。そこは消極所だからな。トキオが止むのを待つか。無理だ、完全に囲まれてる。早くここを出ないと気づかれる。サム、奴らに食われるとボイドアウトする。あんたは機関車だから戻ってこられるが、その一帯はクレーターになるぞ。いい手がある。さなあかんのか。とりあえずはしごのとこまで行きたいな。ここまでだな。ゆっくり行ってるつもりなんだけど、とりあえず大丈夫。うわあ、電池がなくなった。なくなった。うわあ、何これ、わけわからん。何今のイルカみたいな。何なん、魚がいっぱい。
タミナが急上昇します。梯子あんな下にある。力いけるか。スピードを選ぶ。しっかりしろ。BB をあやす。L1。すまない。上下に逃げ出す。L1 と。オラ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 、おとなしくなった。安心してくれたね BB。 これで復活かな。どうやって降りたらいいんだ。から回って降りるしかないか。よし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 、頑張る。確か登ってきた時もこんな感じだったよ。頑張れ頑張れ。サムいいね。送る。今日はいい日だ。こっちもいいね。マップ、とりあえず細かく引いていくか。とりあえずこんな感じで。あーロープか、うん、ありがとう。降りることできる。できるね。よし、ダッシュダッシュダッシュ。はしごがあるな。あー、川を渡るためか。聞いてるか。聞いてません。これ渡った方がいい気がするな。いいねが一個もついてない。つけます。つけます。2個目。なんで音楽が流れるんだ。来る時も流れたけど、よくわからん。よくわからん。聞いたことのない音楽が流れる。踏ん張る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 。一応落とし物があったらあかんかな。なんだろう。あ、虫がいたのか。荷物がないからよろけることがないのはいいな。しかし汚いな。おはしごがある。ここはいいや。あ、一応これダッシュにもスタミナがあるのか。なんかメタルギアとかみたいにすぐなくならんからいいな。メタルギアサバイブのスタミナゲージ。とりあえず基地戻りたい。なんかある。
違うか。ああ、バリアみたいな。よし、戻ってきた。とりあえず戻ってきたけど、どこに入っていいのか。虫さんいるかな。あ、いる。虫、虫を食っちゃう。まずい、まずい。捕獲できたかな。まずいの食わされるのは嫌だな。なんだこれ。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 異常クリア。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。でこれ戻ってきたけど、ここまで行かなあかんのかな。確かとりあえずマーカーを消そう。違う、マーカー消す、消す、消します。消す。よし、とりあえずこんな感じかな。キャピタルノットシティへようこそ。配送センターへ進んでください。サム、まずは配送センターへ戻れ。はいはい。位置はコンパスが示している。こうか。よし、汚い汚い。何なんだあの反対の虹は。ここまで持ったのが奇跡だ。あんたのようなドゥームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され、BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。残念だがやはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。サム、身支度を済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。ハート。汚い。はあ、ミッションクリアか。とりあえずは。お、これで S、運も S ランクか。トロフィーまたゲットできた。これ嬉しい。お、上がった。お、お、さらに上がった。よっしゃ。お、さらに上がった。サービスがめっちゃ増えてた。おー。
大丈夫か。ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。シャワーを浴びてきたらどうだ。カイラル物質の汚染がひどい。これから大統領に会うんだぞ。なんだと。大統領はもういない。怒ってるのか。 BB の焼却を頼んだから。甘く見るな。お前らの便利屋じゃない。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。違う、こいつが俺たちを救ったんだ。命の恩人のお世話は任せろ。じゃあ大統領によろしくな。さすがにシャワー浴びたくなるやろ。そろそろ帰る時間よ、サム。はい、ドリームキャッチャーよ。なんだそれ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつも。フォートナイトのバージョンアップがインストールした。エピソード2。もうエピソード1クリアしたのか。じゃあサムのスタミナが全開した。とりあえず顔洗えよ。おはようございます。シャワー浴びようぜ。サム、ダイハードマンだ。ダイハードマンだ。ブリッジーズのメンバーしか使えないプライベートルームを用意した。シャワーを浴びてカイザル物質を落としたら大統領執務室に来てくれ。なるほど。モンスター飲む。エナジードリンクや。冷えてるのか。エナジードリンクを一気飲み近くするのはあまり良くないですよ。スタミナ 10% 加算。マジか。サングラスをかける。汚いけど。フィギュアを見る。何のフィギュア。ああ、あの選手車のやつか。シャワー浴びないと。あ、ここか。トイレや。シャワーを使う。落とさなあかんやろ、さすがに。めっちゃ足怪我しとるやん。サム、聞こえるか。どうなってる。ここにはプライバシーもないのか。いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけにか。ダメですよ。トイレ。シャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。ここのところはちょっと飛ばしてもよかったかもしれんな。ムービーかな。まだそろそろセーブしたい気分だけど。っぽいな。任務は完了だ、サム。ありがとう。大統領は帰らぬ人となってしまったが、その意思は灰になったわけではない。サム、よく聞いてくれ。
アメリカもその再建計画もまだ生きている。冗談はよせ。さあ我々の新しい希望、新しいアメリカだ。メアリさん、アメリカメアリじゃなかった。母は言ってしまった。だけど私がいる。そしてあなた、サムも来てくれた。彼女とも10年ぶりだったな。もっとも彼女は10年前と何も変わらないが。ええ、そうね。私の体はビーチにある。だから年を取ることはない。どういう意味？あなたはいい年の取り方をしたようね。君は本気でこの世をつなごうと考えてるのか。誰かがつながなければならない。いや、誰かがブリジットの後を継いでアメリカを再建しなくてはならない。サマンサ・アメリカ・ストランド、新たな大統領だ。孤立した都市と都市をつなぎ直す。アメリを大統領に迎えた上で、我々は新たなアメリカ都市連合を作る。そしてこのアメリカを再建する。そのために君の力を借りたい。俺はあんたたちとはもうつながってない。ブリジットとも別れを済ませた。あなたを忘れたことはなかった。つながりを切ったのはあなたの方よ。アメリはブリッジズ第一次遠征隊を組織して大陸を横断した。私たちはクレーターや座礁地帯を迂回しながら残された人々を探した。アメリには奴らがはっきりと見えるからな。こいつらも何かとつながってるっぽい。私たちの都市連合に加入意思がある都市にはスタッフを残していった。私たちは3年かけてエッジノットシティにたどり着いた。西海岸まで。まさか。本当だ。北米大陸を横断。だが遠征隊は全滅。アメリは閉じ込められた。バカな。都市から出られないけど身柄は拘束されていない。だからこうしてあなたたちと話すこともできる。通信装置を使って。エッジノットシティの独立自治を要求し、彼らはアメリを統治下に置いた。彼らは都市連合への加盟を拒否。アメリはその交換条件における人質だ。その彼らとは。本体は捕まってる。彼らは分離過激派の武装集団だ。都市を統治している。人を殺し、ボイドアウトを起こして都市をクレーターに変える狂気のテロリスト集団。そうだ。あらゆる手段を講じてボイドアウトテロを画策している厄介な連中だ。まさかあの自殺者も奴らの仕業かもしれん。大陸の至る所にディメンスはいる。いや、潜んでいる。彼らは思想の一種だ。彼らは何者かに統率された一組織ではない。それがアメリカ再建を阻害する理由でもある。再び都市連、私はブリジットのメッセージを運び都市と人々に呼びかけた。でも全ての人が受け入れてくれたわけじゃない。つながらず孤立したまま生きていける、そう主張する人間もいる。彼らやサム、君のように。アメリカ再建は彼らにとって束縛でしかない。つながりは義務を要求し、
個人の自由を奪う鎖だと主張している。これも束縛だ、だろ。テロリストと変わりない。お前らもある種のカルトだ。違うわ、サム。それは私たちをつなぐ象徴。今の私たちに必要なのは孤立じゃなくてつながること、そして結び目を作ることよ。なるほど。サム、北米大陸をもう一度つなぎ直してくれ。アメリカ残していったスタッフがカイラル通信用の設備を整えている。しかしそれは点でしかない。その点と点をつなげて線にしてほしい。それらの軌道にはこのキューピッドが必要だ。ここにカイラル通信を可能にするセキュリティと運営コードの全てが入っている。キューピッドと必要なものを届け、ね、この分断された大陸をつないでほしい。そしてエッジノットシティに閉じ込められたアメリを連れ帰ってくれ。母の意志を継ぎ、私が大統領に就任する。この国を救うために。それがブリジットの意志であり、未来を作ることになる。重要なムービーパターン、ムービーシーンだな。あなたが必要なの。俺はサム・ポーター・ブリッジス、ストランド家の人間じゃない。ブリッジスからも放り出された。もう誰ともつながるつもりはない。あらら、待って。グラフィックだからか。ほら、俺たちはつながってない、昔も今も。サム、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 待て。いいか、アメリカを再建するには君たちが必要だ。ネットが世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界をつないでもまたほころびが生まれる。同じことを繰り返すだけだ。こんなもので誰もが簡単につながるわけはない。分かった、落ち着けサム。そう焦るな。分かった、返事はよく考えてからでいい。少し休んだらどうだ。ああそうだサム、睡眠も必要だ。そのまま放っておくとあんたもあの世とつながってしまうぞ。必要なメンテナンスは完了した。あんたとのチューニングも調整を済ませた。まだ使える。BB、 ドゥームスと BB の相性がいいのは珍しいことだ。どうやらサム、こいつとだけはつながっているらしいな。なんとなく可愛く見えてくるな。最初見た時はゲーって思ったけど。しかしマジでそろそろセーブしたいぞ。ロードが長い。しかももうちょっとでも1時間ぐらいになるな。砂浜？砂浜っぽいな。ぶっちゃけ眠たくなってきたぞ。もう1時半過ぎた。あら。サム？弓か幻か。あなたはサム・ストランド。いや、もうサム・ストランドじゃない。今はサム・ポーター・ブリッジス。ストランドには三つの意味がある。一つ目は絆のこと、そして二つ目は座礁という意味、最後の一つは途方に暮れる。私は今西海岸で座礁したまま途方に暮れているの。
あなたとの絆は今もつながったまま。あなたは自由よ。だけどつながってる。それを否定しないで。助けに行かないと。サムよ、助けに行くのだ。やばい、だいぶ眠たくなってきたから喋るのもしんどくなってくる。ほら泣いてる。戻ってきてサム。あなたを待っている。あれ、いきなり夕日みたいになったぞ。夕日なのか朝日なのかわからんが、なんだこの情景は。おーっと夢か。やっぱりサム、おはようございます。ハードマンだ。長いこと寝ていたな。よほど疲れていたんだろう。このプライベートルームではシャワーやトイレ、装備品のチェックやメンテナンス、情報の閲覧など様々なことができる。詳しい説明はそれぞれのスタッフがする。どうだ、自分で試してみてくれ。現在のブリッジズを知ってほしい。うわ、セーブできねえ。マジか。まさかこれ全部見ないとダメなのか。おっしゃ、ここでセーブできるんじゃね。その端末でブリッジズが管理している様々なデータを閲覧することができる。君の権限の範囲内。できる。セーブが完了。やっとセーブが終わった。はい、今回はここで動画を終わりたいと思います。今回もかな？長かった。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。次回はこのプライベートルームから始めたいと思います。よかったらコメントやフォローもお願いします。